皆さんこんにちは、タイガー桜井です。そしてミャモです。どうぞ。世界の桜山です。そして本日こちらの方に来ていただいております。どうぞ。お疲れ様です、マピーです。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。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 皆さんならね、まあ、知ってるであろう、マピー会長がそうですよ、今回駆けつけてくれましたと。初めて。初ですよね、本当に。はるばる、はるばる。そう、ずっと前からね、ここに来たかったんですよ。マピーは嬉しいな、はい、初めてね。いや本当に初めてで、はい、あのせっかく呼んでいただいたので、うん、まあその僕だからこそこう提供できるようなね情報とかね今日は共有したいなこれは。おお、ありがとう。もう初めてだったんだけど嬉しくなかったよ。はい。それは。めっちゃかったのに。ちっちゃかったね。それはちょっと本当に、ちょっとね、スロリア T シャツも着て、あ、これは、はい、あの宴のファイナリスト撮ったよっていう今年の夏にあったやつなんですけど、なんか着る服もなんかあんまりどれにしようかなってなって、あ、ちょっともうちょっと生きるかと思ってちょっと自慢で着るしかないんで、ちょっと自慢しました。はい、本日はオセロニアの戦2019期間、先日行われまして、はい、はい、いやとてもいいものでしたね。本当にもう、なんだろう、熱い試合もあって、うん、こう感動できるものもあって、うん、最高でした。もう胸を打たれたね、はい、うん、いやどれもすごかったな、本当に素晴らしいです、はい、そちらを、はい、決勝戦のね、試合を見ながら、はい、振り返りつつ、マッピーさんにちょっと解説も交えつつ、はい、ぜひぜひ、はい、見ていこうかなと思います。はい、お願いします。決勝戦がいよいよ、どうぞ。決勝戦、常前上選手対サイス選手となっております。はい、はい、これも歴史に残る一戦ですよ。まあ、この上の、ね、関東地区代表サイ選手、下が、まあ、常前上選手ということなんですけども、2人と もうずっと前から仲がいいオセロニアン で、うん、で個人的にこうプライベートでもあの遊ぶような仲かつ、まあ、そういうことなんでその練習に付き合ってたんですよ。なんでデッキの構築とかも結構いろいろと相談とか受けてて、まあ、その2人がここで対決ということなんですけども、まあ、ここで先行引いたのがサイ選手ですね。で、まあ、初手から生姜時くるみ切って、でもうデバフも手駒に見えてる状況でかなりいい、まあ、その立ち上がりを見せてる。なかなかいいと、はい。まあ、このそもそもこの神担当、はい、暗黒って、はい、どうなんですか。神担の方が相性はいいですね、うん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 。で、サイ選手は神担が得意なんですよ。はい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 、自分はその神担に対してそのやっぱりこう得意ということなんで、結構ね後の方に持っていく傾向があるんですけども、うん、それを読んで早いうちに常前選手、まあ、暗黒使ったのかなと思ったんですけど、そこをしっかり、まあ、ついたというか意表をついた、うん、まあ、デッキ選択かなと思います、ね。デッキ選択からね、はい、もう勝負始まってますからね。まあ、これは壇上に上がった人、壇上に上がったことある人だと分かると思うんですけどね、うん、その上がったことがある人じゃないと分からないと思うんですけど、デッキ選択の瞬間から本当に勇気がいるんですよ、うん、これで本当にいいのかなっていう、うん、まあ、そういう中でしっかり神ターンを選択してですね、相性のいいデッキをもぎ取ったサイ選手が、まあ、いい立ち上がりを見せてると。ブレスドもめちゃくちゃいいですね、はい、いいですね、当たってますね、うん。まあ、シベリウスの特殊を嫌ってビーチに入りましたね。でここはガランで、そうですね、これ E4 に打つことによって、まあ、次あの C5 っていう手もあったんですけど、こっちからの方がまだ高校、はい、そうですね、あの次トネルも必ず変受けしたいって言ったところで、まあ、E4 に打ってきましたね、うん、なるほど。でここはエクレル打って、でこれで激鱗、はい、そうですね、この激鱗、まあ、とりあえず暗黒っていうのは、うん、まあ、アルイナルリーダーが主流ではあるんですけど、うん、まあ、まずは1枚竜鱗を場面に出しておきたいっていうデッキなんですね、うんうん。その上で呪いのダメージを減らして、なおかつ、まあ、そう捕食を多めにして、うん、まあ、捕食しながら耐えて鮮明で刺すっていうようなねデッキなんですけども、まあ、ここでトネルも受けたのが悪くないですね、はい、うん。今回の流れを見ていると、やっぱりその、はい、アークマンリーではなくて、あの、はい、アルイナルがメインですけど、 それはなんかどういった理由なんですかね。そうですね、クラスマッチなんかでもアルイナルの採用が多くて、うんうん、まあ、そもそも入手難易度が、ストラクチャーセットを買えば、まあ、すぐ手に入るというだけでなく、単純にアルイナルの方がこう手駒の呪いのかかり方が2枚、うんうんうん、というところで事故らないんですね。アークワンだと1枚ずつしか呪わないので、なかなか新編に呪わなかったり、ないし呪って欲しい駒に呪わないことによって手札が詰まったりとか、うん、手駒が1枚以上呪い以上2枚以上呪い以上だと駒が使えなかったりとかするので、うん、そういったところでアルイナルが好まれますね。初手とかに置けますもんね。そうそう、竜輪の、まあ、パーセンテージも高いので、うん、はい、まあ、この、はい、あのリンガットの X、はい、
そうです。この位置ってあんま打たないですよね。いや、ここはそうですね、あの、うん、X に打つことで白の打てるところを少しまあ牽制しているだけでなく、なんかその、うんうんうん、リンガットのコンボスキルをまあちょっとビビらせてるというか、なるほど、はい、ここにコンボスキルあるから、まあ、とりあえず気をつけて打っていかないとしんどいっていうのを、まあ、トコマユゲ選手に突きつけてる状況ですね。こちらの状態ってやっぱりその、まあ、トコマユゲさん的にはやはりその、はい、なるべくその相手神なので半分切らないように結構立ち回ってるところはやっぱりあるんでしょうか。そうですね、やっぱりこう上級者にもなってくると相手の手駒を読んで、このタイミングでこいつを切ったならこの駒は持ってないからおそらく持っているのはエンデガっていう風に推測する人もいるので、おそらくトコマユゲ選手って結構そういう選手なんですよ。あの手駒をしっかり見て相手に何握ってるとかっていうのを、まあ、読んでいくというか予測しながら打っていくので、まあ、ちょっとエンデガは、まあ、この段階では多分エンデガ持ってるっていう風に判断できてる可能性は高いですね。おお、その読みがあるのか。はい、この鮮明でのワンパン狙ってるって感じですね。そうですね、なんとか形を作って、まあ、鮮明で HP 半分以上の状態から上から飛ばしていきたい、うん、っていうのがまあ勝ちパターンとしてはあるんですが、結構こうやっぱフギムにフェリプティと置かれている状況、さらにブレストソーニアも効いているので、結構まあ厳しいですね。こちらの捕食量も下がってしまうので、デバフがあるとめちゃくちゃ刺さってますね。ランタイとか引いてたら、そうですね、そうですね、ランタイ引いててこうバフをかけてくれれば捕食量も上がるので、まあ、引いておきたかったところはあるんですが、まあ、盤面進行的にも、まあ、ここは普通に F5 に入って回復を入れていきますね、うんうんうん、でここ一応エンデが発動しなかったんですけど、しっかりジークヒート引いていきましたね。1枚でこれは、はい、1枚返しでだがバフがかかりまくってる。そうですね、お互いにこう最善を尽くした結果、まあ、サイ選手にこうジークヒートが渡ったことによって1勝目をもぎ取ったんじゃないかなと思います。なるほど、はい、このサイ選手っていうのは最善を追い求めるストイックな選手なんですけど、うんうん、まあ、個人的にすごい、まあ、親交もあって、であとはこの徳丸選手とも親交があって、3人とも本当に仲がいいんですね。なんで、うん、こうお互い決勝に上がるとは思ってなかったと一面もありながらも、やはりこうお互いの得意なデッキとか癖を知り尽くしているので、うんうん、お互いね、はい、これデッキ選択もかなりね、まあ、この先2回戦、そして決勝というふうに進んでいくわけなんですけど、まあ、読み合いっていうのがこうお互い知り尽くしてるからこそ、まあ、見える部分があって、なかなかに、まあ、レベルが高いだけでなく、お互いのねそういう仲の良さというか、まあ、情報戦っていうのも、まあ、見られるので、本当にねもう歴史に残る一戦なのかなと個人的に思ってて、下から見てて本当にもうハラハラしてて、すごいねこう仲のいい友達同士が戦ってて、どっちにも優勝してほしいし、どっちも負けてほしくないなっていう気持ちがすごいありましたね。マピ複雑だよね、はい、いやでもどっちもね、でも本当にでもこの段階で正直僕は嬉しかったんですよ。どっちかは優勝で、それでまあどっちかは負けたとは言っても、まあ栄えある準優勝というかその2位ということではあるので、うんうん、さあこの試合が、この試合が本当にかなり低い勝ち筋を、うんうんうん、いやこれ本当にすごかった。これはやっぱりこうオセロニアっていうのはやっぱ、まあ、こういう戦っていうのは全国大会じゃないですか、うん、ってなった時に、まあ、魔物というか、まあ、ほぼこれはサイ君が勝ったであろうと思っていたんですけど、うんうんうん、まさかのギリギリを拾っていったトコマユゲ選手がね、これすごかったっていう試合なんですけど、本当に最後の最後までトコマユゲさん諦めなかったですね。はい、これ絶対負けられ、まあもう1本落としてますから、うん、はい、もう追い込まれてる、負けられない、追い込まれてますからね。ね、さあこの試合に関しては、マサイ選手が、まあ、これ暗黒を使っていて、トコマユゲ選手初手アルカード切って2手目にイベットですね。このイベットは特殊で発生するという罠なので、まあ、しっかりとこうブラフを張って、まあ、貫通捕食を切らせたいという、まあ、そういう、まあ、思惑もあったと思います。早めに引いててもしょうがないので捨てた感じですね。ちなみにあの、まあ、その蔡選手もあの関東を優勝された時にインタビューさせていただいたんですけど、はいはい、ご本人あんまりその竜があんまり得意じゃないという、そうなんですよ、あ、そうなの、はい、竜が得意じゃないというか、こう竜自体にあまり執着がなくて、で、まあ、いわゆるそのトーテムとかも持ってないし、そうなんですね、まあ、僕が言ったんですけど、はい、その状況下でその2戦目でやはりその、はい、
暗黒を使ったっていうのはどういう意図があったと思いますか？うん、そうですね、これは彼と話し合ったんですけど、こう火炎とか速攻竜とか暗黒とかってなるんですね、竜デッキって、でその中で、まあ、サイ選手が使って安定して勝てそうなのがギリギリ、まあ、暗黒になってくるということで、うん、で、まあ、このサイ選手っていうのは神タンが得意な選手 で神タンっていうのは、まあ、まあデッキというか、まあルキアの入ってるデッキに対して少し厳しいところがあるので、うん、暗黒を使って、しかもサイ選手が暗黒を使うっていうのがこう、まあ、有名プレイヤーの中では暗黒とか竜使わないので、うん、まあ、初見殺しなところもあってですね、はい、だからルキアのあるデッキを暗黒で借りに行くっていうのが、まあ、プランとしてあるんですけども、まあその駒が揃ってない中でも勝ちに行けるデッキを選んだ結果、うん、暗黒になったという感じですね。いや、このシェンメイすごかったな。このシェンメイがすごい軽く、これでもうとどめかと思って、はい、あとこれっていう、あとは詰めていくだけじゃん、はい、これはもう早めに火力を出して、トコマヤケ選手のデッキがラニリーダーということで回復がないんですね。なんで、まあ、防御札切られても、こういう風にねルキア切られても、まあサイ選手暗黒デッキということで、あのアルイナルより下が本当に多くて、でここで引いていくのがライフォート。このライフォートが非常に強くてですね、英語間の中でトップの捕食量を持ってるんですよ、うん、なんでここは危なげなく捕食をすれば大丈夫なので、まあ、ここは左上のね、この A3 に3枚返しをして大きな大きな捕食、うん、強い。この段階で HP 差1万あるんですよ、これもやばいよね。これさ、普通は無理、守りきらなきゃいけないという、はい、でこれは、まあ、トコマユケ選手も、まあ、これは負けたんじゃないかなと本人、まあ、今思っているんですけど、やっぱりこう最後まで諦めないというか、まあ、逆転オセロニアというタイトルでもありますので、やっぱり何が起こるか分からないんですね、勝負というのは、はい、でここで、まあ、C6 にミサトですね。でここを昨日の晩、まあ、家にサイ君が泊まりに来た時に結構話し合ってて、まあ、この盤面やはりこう罠駒切られたので、うんうんうん、貫通捕食を切りたくなるので、まあ、ここ貫通捕食あって言ってるんですけど、うん、これサイ選手14,496なんですよ、 HP が、うんうん、でこの後の展開を考えて、ここを万が一竜輪から切ってた場合、この貫通捕食次のターンに持ち越されるじゃないですか。そうだね。でここで引いていくのがこのブランジェッタなんですね。あ、なんでもしこれ逆だったらどうなったのかっていうのを検証した結果、逆だった場合はこのブランジェッタが残ってで、D6 の貫通捕食があると思うんですけど、そこ打った場合でも15,551だったんですよ、その数値が、うん、なんでここは間違いなくムスタマで良かったんですよ。あ、この竜輪を切ってるとミサトのダメージが入って、かつで飛ばないという状況で善意で飛ばされるっていうことなので、うん、ここは、キングムスタマで良かったという、完全に最善を尽くしたんですけど、最後に言ってるのはこの竜輪のガルイラ、このガルイラ以外を引いてれば勝ってた、勝ってました。そうだよね、はい、捕食だと8分の7と、7分の6ですね、はい、なんで 86% でほぼ勝てるっていう、そんな試合だったんですけど、最後の最後で竜輪引いちゃって、でこれが捕食だったらまだ耐えれたんですよ。なるほど。もしくは捕食以外の駒としてはロンレイなんていう駒もあったんですけど、ロンレイの場合 1.2 バフがかかるので、キングムスタマとつなげばギリギリ飛ぶんですね。うん、なんで本当に少ない勝ち筋をトコマユケ選手がここで通していきましたと。おお、すごかったですね。いやこれマジで震えた、はい、こんなことあんのか。これはちょっとこうトコマユケ選手 の、まあ、その執念の一勝というか、ね、歴史に残る一戦、本当にここを取っていく、まあ、最善を尽くした結果、まあ、やっぱりこうどうしても勝負というのは運が絡むところはあるんですが、うん、まあ、やっぱ先行引いてエース多く引いたとかそういうのはあると思うんですけど、うん、その中でも低い確率でも諦めずに打っていくっていう姿にまあ心打たれましたし、うん、本当にね素晴らしい戦でしたね。あ、まあ、もちろ ん、 なんか両選手ともすごい、まあ、事前の準備とか頑張ってましたってお話を伺ってるんですけれど、はいはい、やっぱり特にその床前家選手がもう、絶対に壇上に立ちたいっていうなんかすごい強い意志があったってことも伺ったんですけど、はい、その辺マッピーさん、この床前家選手はオセロニアンの戦が本当に好きなんですよ、うんうんうん、本当に好きで、で、まあ、自身もオセロニアが好きということで、うん、まあ、上に行きたいという気持ちが、まあ、向上心がすごい高いプレイヤーなんですけども、まあ、本当に家に泊まりに来た時にどれぐらい好きかっていうのがまあ伝わると思うんですけど、その、過去の2017年であったり2018年のオセロニアの戦の、選手が登場するそのまあなんか紹介みたいなやつですか、ありますね、その紹介なんかを急に発生したりするんですよ。例えば伊丹さんが18年で
壇上に上がられた時は、また見れる、この男のプレーがまた見れる、環境は変わる、だがこの男の強さは変わらない、暗唱してる、痛みって覚えてる。いや、すげえ大概だけど、いや、彼が言ってたんで覚えちゃった。それだけも何度も見てると、それぐらい好きなんですよ、本当にめちゃくちゃ好きで、もう聞いたよみたいな感じで聞いたよ。そうそう、あとなんだっけ、ベースさんが出た時も、あのこの男最強でーすとかもたまに言うんで、まあそんなね、こういう風にね、まあそうクールな、まあこう真剣に取り組んでる姿が、まあクールなところあるんですけど、まあ熱い男でもありながら、まあ結構ね、お茶目なところ。そうなんだね、普通になんか僕ら何かあったらふざけ合いますからね。あの仲のいい人、仲いい人、オセロニアンたちのモノマネとかしたら、とこまゆくんも乗っかってモノマネするんで、本当になんか、はい、そんなね、それほどがね、仲いい、そんな徳前選手、そしてサイ選手のね、対戦なんですけど、ここのデッキ選択が、ここなんですね。今まで一回も使わなかった混合デッキをここに持ってくるんですよ、サイ選手は。これは間違いなく徳前ゆげ選手が、耐久で来るっていう読みですね。アレスデッキだと耐久対面がややきついので、まだ勝ち筋があるというか、その勝ちを見れるデッキっていうのが、まあ、混合っていうのがあってですね、まあ、そのジェニーっていう駒があったりとか、あと混合に、まあ、そういう竜駒があることで、HP を削っていけるので、そういう中でのデッキ選択で、まあ、最後この徳前家選手が選択した耐久デッキっていうのも、本当にね、耐久デッキって出すの勇気がいるんですよ、うん、結構その環境によって、なんだろう、上手いプレイヤーというか、特にサイ選手ってかなりオセロ上手いんですよ、うん、この上のサイ選手、そのサイ選手に耐久をぶつけるというのも相当勇気がいだと思うんですけど、しっかり耐久使ってきてですね、この耐久デッキも僕も練習してたんですけど、やっぱり今の耐久って結構渋いところがあるんですね。回復マスが調整もありましたし、ね、何より今回あの禁止駒なんかも結構あったりしたので、うん、厳しいところであるんですけど、それでも自分の得意な自分の信じるデッキを突き通していったっていうのがあるんですよね、うん、さあここでお互い定石通りに打っていくんですけども、この定石もサイ選手知り尽くしている上でのお互いのこの進行ですね、うん、でここで早い段階でジェン引いていくんですね。話に聞くと、そのサイ選手っていうのはもう本当にあの神タンで耐久をぶっ飛ばせるぐらいの、はい、まあ、実力がある。その辺は徳丸さんも当然ご存じだと思うんですけど、はいはいはい、そこでの耐久のチョイスっていうのも、そうですね、まあここまでで、神タンと暗黒竜が見えているので、まあ、それを上での判断だとは思うんですが、それでもやっぱり勇気がいるんですね、うん、まあ、神タンと暗黒さえ枯渇すれば、まあ、今後が来てもみたいなところあるので、この耐久デッキを選択したっていうこと自体はかなり、まあ、まあ正解というか最適解とは言えますよね、うん、でここでマサイ選手は、はい、これ E4 の判断ですね。ここを D2 か E4 で分かれるんですが、研究の結果ね、 E4 の方が最終的には2隻ほど白が勝てるということで、あ、そうなんだ、こっちを打っていきましたね。なるほどね、まあ、この2人は本当にお互いにこう、まあ、またこの2人以外にもいろんなオセロニアンがいるんですけども、うん、耐久の得意なオセロニアンがいて、その人にね、いろいろと教わった中なので、まあ、こうお互い知っているような定石で、まあ、何回も見たようなこういう定石をお互い今ね、目の当たりにしてるんですけども、まあ、シーラーザードの回復を入れて、でここですね、グランジェッタ、サマーブランジェッタが発動して、今これブランジェッタのコンボスキル打とうかっていうところでサイ選手ね、相当悩んでるんですよ。これ一応こ、4枚返しをしてしまうと若干やっぱりその白が不利になる。そうですね、白が不利になります、ね、なので正直言うとあまり4枚は打ちたくないんですが、ただ早い段階で削ってサイ選手、おそらく他の、まあ、竜駒1枚引ければ仕留められるような状況ということで、まあ、早い段階で攻めて、まあ、今オフェルなんか引いてると思うんですけど、うん、こういう、ね、防御札を切らせるという判断ですね。ここ C6 でも良かったんですよ、あのジェイのところを、あの他の駒にして、うん、なんですけど、まあ、早い段階で攻めてきましたね。ここでジェイに行ったらびっくりしたね、はい、まあ、早め早めに攻めて、まあ、実際耐久デッキっていうのはこういう攻められ方するのがかなり厳しいんです、うん、きついというか使ってる側からするとプレッシャーがかかるので厳しいんですけど、ここはしっかりフリジアを握ってる状態で、まあ回復入れてギリギリ次耐えれるので、先に回復マスを先制しましたね、うん、最善の判断だと思います。いやでも本当に、はい、あ、すみません、飛びました、はい、飛びました、あ
言おうとしたのが確かに。いやでも本当なんだろう、行って行ってこう進むだけで、なんか数十分話せるぐらいの内容なんですよこの試合っていうのは。ここも実際まあ本当になんか何切る問題だとは思うんですけど、はい、まあ、もしなんか自分だったらと思うともうダメだ、ここは怖いからって言ってやっぱ冷や添いは使っちゃうかもしれないですね。やっぱりそうですよね、3000ですからね、3000ですからね、ちょっと怖すぎる切りですね。まあここはそうです、1回フリジアで回復入れますね。このベルト、10日ベルトのコンボもまあ回復入れてくれて、なんかこのね、これお祈りしますね、セイ君ね。何引きたいですか、これは。これおそらくまあ竜ゴマアタッカーを引きたいって言った状況で、これ竜ゴマを引いてれば飛んでる、飛んでますかね、8330なんで。なんでサイ選手にとってはあそこでちゃんとこのコマを引ければ勝てるなっていう状況で、まあ、ギリギリで目の前からその勝利が遠のいていくっていう、こう不安もあったと思うので、まあ勝負の世界ではあるんですけど、こう見ていて床眉毛頑張れっていうのと、サイ君持ちこたえろっていうのがね、すごいこう自分の中ではなかなか錯綜としていて、いやなんか見ていて興奮もしますけど、まあちょっと辛いようなね、そんな対戦なんですよね。もう行って、はい、一手進むたびにね、耐久の方がまた一遠くなってきますからね、あの、だんだんの、あ、これですね、この、これまでさ、ここなんですよ、これがあと一旦早くいければね、びっくりしたもんね、よかったんですけどね、入ってるとまあ、ちょっと思いませんでしたけど、そうですね、まあ、混合デッキにおける竜駒の枠としては、最近優秀な駒としては、ティリュートっていうのがあるんですけど、ちょっと本人、ティリュート持ってなかったので、まあ、単純にこの5キル開口戦なんですけど、まあ、紙デッキではなく紙リーダーであればそうするんですよ。そうですね、なんで紙タンもしくは、まあ、ラニデッキ、そう、ラニマデッキ相手でも有効なんですね、うん、刺さることが多い、はい、腐りにくいんですね、っていうところでの、まあ、ゴッキルの選択なんですけども、まあ、こういうね耐久対面で引いて、まあ、強い駒であるんですけど、ただ一貫戦タイミングが一旦遅かったと。そうですね、あれもし一旦早かったら、はい、話全然、まあ、おそらく飛んでるんじゃないかなと。コンボでですね、まあ、で結局まあこの場面になったっていうのはじゃ結果論だとは思うんですけれども、はい、この本当にフリジアがものすごくいい、そうですね、コンボしか何回か発動しましたよね、はい、ここフリジア打ったっていうのはすごい良かったですね。ヒアソフィアっていうのはまあそのここというなんかこのヒアソフィアっていう、例えばヒアソフィアだけでなく、オセロニアっていうゲームってやっぱルキアっていう駒あるじゃないですか、この一ターンをしのげるっていう駒っていうのはこのどのタイミングで打つかで天と地ほど違うんですよ、うん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 、なのでこのヒアソフィアしっかり握ってそのフリジアの2ターン回復を通したという最善の判断、床眉毛選手ね本当に耐久うまいんですよね、うん、このアラジンに繋がってるのが超怖いですもんね。そうですね、めっちゃ怖いですよ、本当に怖いですよ、これこれでだっても、はい、4枚返しは、はい、まだこの段階では、まあ、ギリッギリ発動しないですかね、うん、そうですね、6割切れないもんな、はい、そうなんですよね、アラジンが発動しないですよね、これね、うん、それこの段階で発動させるには14,500か600ぐらい以下まで、うん、削られている必要があるんですけども、こう発動しないんですね。ここでブラダマンテなんていう駒もあるんですが、このリッチのね引いてるタイミングというのも相手が角に置いた直後にこう引いてる状況です。さらになんかこう打てるような状況もなかなかなくてね、かなりね厳しいんですよね。で、まあ、この床眉毛選手にとってはまだこの盤面的には回復をすれば安定の行動ではあるので、まあ、しっかり回復マスの効果もねしっかり生かして大きく大きく回復していきますね。フリジアがすごい回復するんですよね、これ。そう、このフリジアっていうのはすごいんですよ、回復量が。このフリジアは今回復耐久を使うのであれば、まあ、マストというか相当強いんですよ。あの2ターンの間1800だけでなく、このコンボもスキルも何よりこう発動条件がいらないんですね。はい、ここであったりしたヒヤソが、そうですね、ここサマルのバフがかかっている状況ですが、うん、まあ、まだ打たずに、はい、こちら T 字に詰めていくと、まあ、もう気づいたら HP2 万まで回復しますもんね。そうですね、はい、HP5000 ほどまで削られてもここまで戻していけるというのは、あ、やっぱり床眉毛選手のこの 2-2 のフリジアであったりとか、うん、本当に細かいところで HP を回復していった結果なので、本当にお上手なんですよ、まあ、これで、まあ、クリムゾン来るんですけども、まあ、そうですね、この場合だと、まあ、若干ヒヤソは腐りはしたんですが、
まあ、ただここからの詰めですね、この詰めをうまくやれば勝てるという状況なんですね。しかもこのサイ選手が手駒にルスファータあるじゃないですか、ルスファータが手駒に神駒が2枚あれば発動というものなんですけど、こういう耐久対面で終盤に引いてしまうともうここから発動しないんですよ。ここがきつかったですね。さあここそう、このエフィの採用もよくて、エフィのコンボもねしっかり回復していけるということで、ここから、まあ、サイ選手そうですね、まあ、ルスファータ、あルスファータ、あすみません、ごめんなさい、すみません、失礼しました。コンボが確か手駒に2枚でしたね、まあ、これで今発動できる状況ではあったんですけども、まあ、ただちょっと打てる状況としては終盤に行き過ぎたというか、引くタイミングがかなりね遅かったので、でも貫通自体はね発動したと思うんですけど、うんうん、そうですね、失礼しました。はい、これでね振りに打って、まあ大きく、まあ、ここで勝つんですよ、これで。そう、この振りじゃ2回目の発動、すごい。いや、この回復力いやーすごいですよね。いやそれで手から発動できるところに置いて未だに返されてないですよ。そうなんですよ、これも見据えた上での血筋だと思ってる。いや素晴らしいですね、本当に。ここはラニを捨てて、ラニのコンボを使いますか、ね、そうですね、最後にキリンを打って、いやこの段階でこのトロナイ選手のこの表情が、この勝ったっていうか、まあ、そのこれで全てが終わるという、この目頭熱くなりますね、心身ね。はい、感無量というね、はい、本当に。いや素晴らしい一戦なんですよね。さあということで、おそらく2019の決勝戦だったわけなんですけれども、はいはい、まあ本当毎年やってますけど、はい、どうですか今シーズン0も、はい、始まりまして、はい、シーズン0もから新調合なんかもね追加されてるじゃないですか。うん、新スキル、まあ、暗黒が特に強化されたとか、あーそうですね、はい、環境の話、はいはい、今の環境どうですか。今の環境なんですけど、はい、まあ、かなり整ってると思います。その今までだと例えば1個のデッキがめちゃくちゃ強くて、うん、なんか振り対面もないようなっていうのもいろいろあったりはしたところもあったんですけど、うん、今っていい感じにこうバランスが整って、特にクラスマッチなんかでは、うん、まあ、最近出たデータなんかもね、私ねその拝見するんですけど、あこういうふうに今こう平らになってるのかと思ってて、うん、もう神魔竜っていういい3組が組めててですね、うん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 、でその上で神魔竜だけでなく、例えばこうやっぱフェリアって神魔竜にねこう、はい、分離されるじゃないですか、うん、その中でも最近なんかはねその混合デッキとかも普通に強いんですよ、うんうんうん、優秀な駒が増えて強くて、うん、あとまあその他にも付随するいろんなねデッキがあったと、アレスなんかもね、アレス、うん、そうクラスマッチでね非常に強いんですよ。なんで割と環境はなんか面白いですね、うん、なんかどのデッキを使っても、まあ、こう自分の得意なデッキでいいデッキを構築して、はい、まあ、そのプリングなんかもねしっかりやっていければしっかり結果を出せるような環境になってるんじゃないかなと個人的には思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。さあということで、はい、まあ我々現場からね、はい、本当近くで見てたんですけれども、はい、まあ、本当にあのソロニアの戦2019、はい、まあ、今までで一番、まあ、毎回感動はしてるんですけど、うん、もう本当に胸を打たれましたね、うん、はい、全部の試合熱くなかったですか。本当全部熱いですよ。決勝戦はもちろんのことなんですけれども、やっぱその一人一人の思いっていうのが見てるだけで伝わってきて、はい、いやーここに立つってこういうことなんだなって。本当にこのセロニアの戦っていうイベント、はい、毎年、まあ、ドラマがあるんですが、うん、こう自分も去年まではあの出場してたんですけども、うんうん、本当にこう壇上に上がる時って緊張しますし、うんうんうん、あのとてもね壇上ってやっぱ自分一人の判断というか、もう自分でね全部完結するということなんで、かなりね孤独なところはあるんですけど、その中でも戦っていって、なおかつで、まあ、こう代表を取った選手たち本当にねいいプレーをしてくれて、こう見ていてもこう熱くなれるような、本当に、うん、あうまいなと感心するような一手が多くて、であとはまあその裏側もそうですね、まあ、仲のいい元から仲の良かったプレイヤー、もうお互いの癖とか全てを知り、うん、あもう知っている上での、まあ、そのさっきのデッキ選択なんかもそうですけども、本当にね裏話から何から何まで熱くもあり、まあ、そんな感動もできる本当にねいい戦だったかなって個人的に思ってますね、まあ、本当見てて大きなミスとかも、はい、見当たらなかったし、はい、まあ、あんなにヘイトの止まらない回復耐久は初めて見た。いやなかなかね、うん、結構回復耐久ってやっぱり、はい、どうしても、まあ、試合が長引いたりとか、うん、あとはまあこう、まあ、その試合長引くのもありますし、結構ねなんかまた
対戦するときに、うん、まあ、飛ばしに行くのが難しかったり、うん、結構、ヘイトが集まりやすいデッキなんですよ、昔から、うん、なんですけども、本当今回に関してはね、かなりこういろいろな調整が加わった上で、しかもこう、うん、やっぱりこう達人級の、ね、人が使わないと勝ちにくいような中で、まあ、使っての優勝ということなので、うん、個人的にはもう全然ね、ヘイトなんて集まる余地はないんじゃないかなって。いやもう本当今までで、やっぱその勝ちたいっていう気持ちがすごい、はい、分かるから、うん、そうですね、うん、ミヤボはそこから見ててどうでした？まあ前の戦はなんか持っていけるデッキが少なかったじゃん、今回は多かったじゃん、うんうんうん、あそこがなんかさらに面白いなと思ってて、うんうん、だから選手がいろいろなデッキをその持ち寄ってて、でいろんな戦術があって、そしたら選手がこれを持ってくるからこれをぶつけていくみたいな、そのデッキの読み合いからすごく今回楽しめだなって思います。でワッピーも言ってたけど、なんかお互い知り尽くしてるわけじゃん、だからこの人はこれ使ってくるだろうなっていう、なんか感情とかも入ったりしてね、まあ、なんか途中今のじゃないけど、あのタナキ、あ、はい、タナキのサイ選手、はい、あ、タナキサイですね、あの時の神担とアレス、あ、ぶつかりとか、ね、それありましたね、はい、すごいああいうぶつかり合いがね、すごく面白くてね、楽しめました。見応えがありすぎました、ね、見応えありすぎたね、本当どの試合もね、見応えあったんだけどね、うん、まあ、もう最初から最後までね、はい、もう楽しめました。アレス使いたくなったよね。いや、俺アレスもう一度アレスを持つって、え、アレス一応持ってます？持ってます。ああ、出せますね。俺持ってないからちょっとまあ欲しいところではおいますね。で、最後決勝はね、まあアレスぶつけてくるかってアレスか混合だったじゃん。あ、そうですね、うん、それでまあアレスで行くんかな、やっぱ一番自信ありそうな感があったので、ね、サイ君はだってさ、その、うんうん、アレスを使って結構勝ち上がった感、そうですね、あったじゃん、あの大会に出てた感じだと。練習でも結構アレスも練習してね。あ、練習したね、やっぱり。逆にアレス対面も練習しましたよね。あ、うん、アレスを知り尽くしたというか、まあこう傾向と対策みたいなところありますよね。アレスって結構いろんな人使うところあるので、うん、アレスを使うことに対しても、アレスを、使われることに対しても、ね、うん、しっかり練習していたので成果出ましたね、うん、で、そこに徳永選手が、はい、あれ、耐久をぶつけて、で耐久対アレスだったら間違いなく耐久でしょ。まあ、で、うん、そうですね、耐久の方が強いですね。ただまあ盤面と出たり、うん、あとまあこのアレスをコンボ確定のところにうまくつなげられたり、うん、リペアする罠の内容によってはアレスが勝てなくもないところはありますね、うんうん、まあ、でもそれを読みでしっかり耐久使ったっていうのはいいと思いましたね、うんうん、なるほど、うん、杉山さんどうでしたか？そうですね、やっぱりその宮本さんもおっしゃってましたけれど、やっぱりそのね、あの去年の確かに禁止駒っていうのは確か面白かったんですけれど、うんうんうん、それ以上にやはりそのデッキタイプがすごく増えたところで、あの、まあ、高度な心理戦での意味でのじゃんけん的な要素っていうのがやっぱりすごく今回は面白かったなって見てて、うんうん、例えばけど、個人的に一番面白かったなと思ったのが準決勝第1試合の、まあ、ツッキー選手とトコマイル選手なんですけど、最初がアルリナルトップの暗黒竜デッキがお互い持ってきて、次がまた被ってアルリナルトップのマデッキってやっぱりそのどよめくんですよね、会場が、うん、うおーっつってどうなんだこれみたいな。でやっぱりそこであの両選手が何を思ってこれを出したのかってところまで想像するとやっぱりすごく面白くて、うん、やっぱりその辺の裏側も見てみるとやっぱりドラマとしても面白いなというのもありますし、やはりそのもうまあ、マピさんもよくおっしゃってますけれど、その人間関係といいますか、やはりその年数が経つにつれて、まあ、いい意味での因縁めいたものっていうのはやっぱりかなりその熟成されてきますし、まあ、そして何よりやっぱもうプレイのレベルが高すぎる、本当にもうやり込み方とか上位の方が半端じゃないです、本当に。話を伺ってるとそこまでやるのっていうぐらいやっぱりインタビューしてもあ、すげえそこまで考えてるんだっていうのを本当驚きっぱなしで、やはり今日あの、まあ、終わった後にちょっと打ち上げみたいなのもちょっと聞かせていただきましたけど、うん、やっぱり皆さんクソロって言ったのがあんなもの見せつけられたらやっぱモチベ上がるよってってことはすごい思っていたので、なんかそういったあの、まあ、オセロニア全体の話で言っても本当にいい戦だったなと思います、うん、はい、ということで、まあ、オセロニアの戦2019ですね、はい、まあ、お見逃したっていう方はね、まだアーカイブで全然、うん、フル尺で見れますので、ぜひそちらの方ご確認ください。はい、ご覧ください。お願いします。そんなオセロニアの戦2019で活躍した駒がいっぱい出るガチャがあるらしいです。なんだっけー、なんだっけー
はい、ということでね、エピローグですね、オセロニアンの戦エピローグというイベント始まりまして、はいはい、その中で、いただき戦2019コレクションというガチャが始まります。そして、まあ、ラインナップがこんな感じになってるんですけれども、いや、これは強い。まあ、本当にオセロニアンの戦のファイナリストがみんなこぞって使っていたような、こぞってこぞって、ね、だいたい見ましたね、大体この人たち見ましたね、最前線の駒、うん、そう、DT これも使われてますよ、これも DT 使われてる、 DT 使われてますよ、と欲しいの多すぎる、マジで。あ、これアレスとか欲しいんじゃないですか、うん、オレス、うん、欲しいの持ってんだろこれ、あの、まずこのバナーに映ってるやつ、ぜひ、神明がセンター、いや、神明センターって今まであれだったんですよね、いや、もう、うん、普通、アレスとかが、まあね、なってもおかしくない、神明センターですよ、これ。今回本当にシェンメイのフィニッシュ率めっちゃ高かったですから、ね、か信じる心を何回力に変えてきたのか何回か多分5、6回ぐらい多分力が変えてきた、ね、本当に信じる心を力に変えるが、まあ、したい人はですね、これもうシェンメイ当てるチャンスだけでなく、はい、うん、このね、季節限定の方がめっちゃ良くないですか。まあ、A がやっぱりすごいですよね、うん、特にいいです、 A がすごい充実してる、うん、これ、あの、サマーブランドって初の復刻、おー、また初なんだけど、サマーブランジェみんな使ってましたよね、うん、そう、あの、サマーブランジェッタを弾けなかったやつはどうだみたいな感じで、いろんなね、うちの練習の時もとあるプレイヤーがちょっと弾けなくて、うん、それでサマーブランジェッタ弾けなかったやつはどうだみたいな、ちょっとそういう煽り合いとかあったんですよ。ふざけんな、それぐらい強い、それぐらい強い、マジ強いよ、本当に強いので、マジ強い。で、しかもこのガチャ11連すると、うん、まあ、この対象の駒はどれかしらが1体確定で出る、おー、どれかしらが、嬉しい、はい、これ、どれ出ても当たりっすよ、パタプロス、なんなら、しかも、はい、レベルマックスで、レベルマックスでスキルもマックス、スキルマックス嬉しいですね、はい、お財布に優しいですよ、進化および10日後で登場するということで、やった、あ、よかった、はい、ちょうどね、最近ね、フェケツだったんで、フェアリーケツだったんで、フェケツだったんで、ね、フェアケツだったんでね、うん、いや、ありがたいですね、なんで、またまたかけらがね、用意できたら11連とかもいいかなっていう、うん、はい、思いますね、いいね、これは見逃せないですね、さらに、何、さらに、こちら、戦ログインボーナス、はい、ということで、今というか、このイベント中、ログインすると、ログインするだけで、たまず1回引けるチケットが。最大5枚おおわおいただけると、わお、5枚チケットおおになっております。まあ、5回引いたら1個ぐらい出てる、ね、なんかでそれでブラジェとかも出た日にはですね、あー、歓喜歓喜、アレスとか出る日はあるかもしれない、あー、歓喜歓喜、そうなっても今年もありがとうございました。そうですね、はい、まあ、この期間中はもうログイン逃せないですね、なるほど、はい、さあ、ということで、はい、まあ、戦ピックアップ駒は本当に強いのかということと、うん、マッピー会長本当に強いのか、出たいや、僕はまあ、そんなさっきね、お前の人全員勝ちましたよ、俺、つっていや、練習ではそういう時もあったけどあったけど、いや、別に優勝負けるほんと近い実力をね、はい、持ったプレイヤーということで、はい、まあ、学生選手権も覇者、うん、はい、はい、はい、そうですし、今実績もありますからね、実績もありますし、はい、まあ、今回我々はちょっと戦おうかなと、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ルールは引き続き、戦2019のルールを使用します、180コスト、はい、して、まあ、ファネルとか禁止駒とかもありまして、うん、はい、で、デッキタイプは、竜、神、混合、あ、そうです、まあ、あ、つまりその他が使える、なんか抜けとったその他が使えるんですね、そうですね、はい、の4種を用意しましょう、はい、そして、禁止駒じゃなくて駒かぶり、あ、駒かぶりが禁止、駒かぶりは禁止、マッピー、はい、マッピーはね、マッピーさんは禁止、マッピー禁止らしいです、どうやら僕らは、まあ、3人いるからね、3人いるから、はい、分かりました、3人でちょっとあの、はい、戦い起きちゃうから、そう、エンデが俺んだぞっつって、じゃあとりあえず全員からエンデが飛んでくる可能性は、はい、はい、はい、分かりました、分かりました、はい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 、で、僕は、そして、さらに、マッピーさんにちょっとハンデとして先ほどピックアップされていたガチャでね、はい、駒は、1デッキに2体までしか入れられません、キッチーン、いや、そんなこと言うなら全然大丈夫でしょ、大丈夫です、これ、いや、これ、うん、大丈夫って言いますけど、これ本当に強い駒めっちゃあるんですよだって、ショーラン入ってますよ、これスキアとバイセも停止で、いや、それはダメマジっす
か。ルキアとバイク。絶対キアバイク。絶対大好きです。キアはちょっと。ね。はい。ルキアはね。はい。はい、という、まあ、ハンデの中、アマピー会長、どのように戦っていくのか。頑張ります。はい。じゃあ、まずは、タイガー桜井からいきたいと思います。はい。はい。で、こう、どうて、はい、行きましょう。タイガー桜井対、マピー会長。チエンティアね。さあ、お互いデッキは、お、タイガー桜井は、なるほど。実は、けど、急になんかどうでもいい情報ぶっ込んできましたね。俺も。うわ、どうでもいい情報だ。マッピーがシエンティア。シエンティアですね。さて、しかし、あの、ピックアップもやっぱり2つ抜けてますので、まあ、一応耐久メインという、まあ、シエンティアですかね。と思うんですが、まあ、ちょっと現状ちょっとどっちが有利なのかちょっと分からないですけども、桜井さんもどう見てもまあモリモリの神ターンモリっぽいですね、殴ってくるぞって、まあ、それに対してやっぱりデバフがあるのでちょっとやりにくいかなというのはあると思うんですが、だからこれデバフ関係ないいいですね、いいですね、このダメージ初手結構手駒回り良さそうな、なんか感じ、ね、そうですね。ちなみにそのマピさんさっき言ってたのが、あの我々各個人に対してあのデッキを組んできたと言っていて、完全にちょっと傾向と対策をもうこいつらこれするんだなって読まれてるのかなっていうのがちょっと怖い。ああやってんなーこいつこいつやってんなーすごいデバッグ。いやでもちょっとメイティス痛いよ、シールドの張り合いがメイティスが普通にいて、えちょっと待って、メイティスとか来たミカルの番組だっけ、待ってるな、あトップ処理か、メッツもっと切れてるのかな。え、待って、忘れた、ちょっとまあ十分には通らない。そうですね、シールドとね、デバフがありましたからね。そうですね。さあ、ここでマッピー引き込んできたのは誰。レッツゴー。あー、やったお前が飛んできた。さあ、これで、ね、言うてね、ピックアップ使いになったらもうこうするしかないんすよ。やってんな、やってんすよ。これでタイガー桜井の攻撃力を奪っていく。さあ、ここで、あ、そこにアラクがうまいな。これをまあ潰すのか潰さないか。え、桜井さんうまくね。うん、これどういう、そのアラクうまくね。結構あの本戦でも乱れますよ。さあピックアップも1本出ましたね。え、うまくね、ちょっと待って、これで回復すると、そうですね、でも結構はやっぱり今マピーさん結構盤面を重視したのかなという。でもデバフまで1個っすからね。うん、そうですね。ちょっと桜井ここでもっと出張って、もっと出張って、もっと出張って、相手で出て、あー、いい、いいですね、いいですね。これは結構いきますね。ってる意味できつ6000、いいダメージきますね。きた、さあこれがきつくなってくる。よしよしよし、マピーが引き込んでいったゴマ、まあ、一応何とは言えませんが、アラク超強いじゃん。まあでもね、アラク超強いじゃん。デバフ入ってますかね、桜井さんに。そうですね、まあ、それでわかるとは。で3ターン以内にエンディングが、なんか68って書いてあるんだよな。なんかちょっと過剰な差がかける 0.68 って書いてある、かける 0.68 って書いてあるんだけどマッピーのね、一部だいぶ残ってるからね。うーわ、これマッピーさらにこいつを引き込んで、さあどうするか。いつもね、僕も悩むんですよね。うーん、あー、そっち行くんだ。いやでも今荒く切ったでしょ、荒く切ってね、フギムリが見えてないけど、フギムリ持ってたら打つでしょ。で、ハルは結構、あ、ハルキ来るんだよね、やべえな、やべえなこれトップ、あー、オッケー、トップ引きでしょ。トップ引きだったらまだ相手調整できないから。でもやっぱりこのやっぱ残りの駒はやっぱ計算しながらね、うん、戦うんですね、そうだね、やっぱりね。俺はその戦い方したことないんで、うん、僕アイドルエンデがってこれ発音する、面白いし、うわ、さらにこれはちょっと、あ、でも違う、タイガー桜井か、フギムリとブライダルシベリーが今ないのか、だからエンデが引いてんじゃないかな。そうですね、ここで一応もうダブコンですが、まあさすがに肩は潰す、まあそうですね、シエンティアも育ってくるからね。ダブコンさしてダブコンさしてよ、しゃあない、こいつ切ろう。サパイセを切っていきましょう。なるほど、まあこれ半分いくけど、さあシエンティア1000ダメージダブルリップだから行きましたね。でもこれで桜井さん HP 半分切ったので、まあ6000ぐらいまで殴れる体勢は整った。さあデバフでも効いてますからね。あ、そっか、ドン残りマッピーが15000とかなり、うん、さっき68って言ったら 30% カットなんで、あ、オッケーオッケー、それ多分ね、さあ7000ぐらい。さあ、しかしスインズイ、オッケー、7000ぐらいしかない。強い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 、いや、でも強いな強いな強いな、強い強い、やってんなマジで。まあコンボは確定してますから、やってんなマジで。何をタイガー桜井が持ってるかですね、握ってるか。そうですね、あとはこれなんだかんだでもう一回あのウンディーナーつなげますもんね。さあスインズを、まあでも1枚返しですね、これ7846で、いやちょっとまあ1枚半分切っている。てか桜井さん、シンチ持ってんのただここでね、あのね、中パですよ、普通に。メイキスのね、コンボラインがもうすでにできてるので、ね、これを残り8000。いやそのバイス打ったとこがな、他のコマで打ったんだけどな。さあ、いや強い、ね、これ強い、これは強い、届かない。さあ1611、さあマッピーが決めきれるかどうかなんすけど、さあここはでも
さあ、ライフはその…いや、映しかねえな。うわ、さあ、これ回復とからの回復が入る、これいやジーク、これジークやらしてくる。さあ、この1000回復がね、いや、いった引くのはもう、お互い後からここ何を引くか。さあ、タイガーさんが笑っている、桜井さんが笑っている。何が来るのか。やめて、やめて、マジで俺が。よし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 。あーっと、これ決まんない。さあ、マッピーが出てるのは、あーっと、これはどうした。まあ、そう、あ、でもこれあれがありますからね。いや、パス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 、あれ、違う、これ、あのパスパス、あの、毒もあるから、毒もある、あ、毒入った。いやあぶねえ。いや、すげえいい勝負だった。いやすげえな。なんか、なんだっけ、モーリーみたいなやつ引いたでしょ。正解です。モーリー、モーリー、モーリー、モーリーです。モーリー入れんなよ。いや、そうなんですよ、モリーなんですよね。出ば強かったな。なんかね、こうオーラオーラで被っちゃうんですけど、うん、なんだかんだね、モリーいいなと思って、うん、強かった。あと、このデッキはもう永続デバフガン積みしたんで、うん、あの、エーナとかミーナとかもあるんで。確かに、やっぱりそのピックアップも禁止で、まあ、本来の戦のやつ禁止ってなると、まあ、こういうのが、うん、答えだという。これしかねえっつって。なるほど、ダイヤに。これしかねえってベスト4のツッキーが言ってました。なるほど。じゃあ次、宮本さんいきましょう。よしよしよし。さあ、ということで、みやぼー、はい、片付け取ってくれ。頑張れ。悪いなる。頑張れ、ドン。マッピーは、これはまあ、乱量トップのあれですね。神タンですね。あれですね。あれですね。はい。そう、まあ、でも、しょっちゅうこう取ったのみやぼーですよ。そうですね。ほうほうほう。ちょっと悩んでるの。一角竜、ヒング一角竜、あれか、あのクロリスみたいなやつか。違うよ。え、でも確かでもデネブリな 1.42 だからの火力がクロリスと1違いなんですよ、こいつ。それだけ覚えてます。でも、ミヤボーは違うって言ってるから違うんだよ。違うっすか。さあ、ここで、そうですね、おっと、X! アークオン X! ドゥンラーですか、これ。これドゥンラーですね。アルイナでやっぱりいいですね。もう先ほどマッピーさんもおっしゃってましたけど、やっぱり早く打てる、よく攻めるね。ただまあ、エンデガーの、コンバーマラ発動ですね。 HP50 パイからですね、これ。ただ結構削られてんな、これ。そうですね、やっぱ奥だけ強い。いや、言うて今ね、バフかかってないんで、シェンメイ投げたところで、まあそんなに、うん、うん、まあ1万1000ちょっとしか出ない。オッケーオッケー、補食ね。そしたらデータ、ユグルパ。ただこいつは、不当に回復する。4000。ユグルパ。あー、きたー。引くねん。なんだ。これどっちにしよっかな。こっちでいいか。お、さあ、これも本番受けてやってもいいぞと。7万導線が2つできると、うん、別に捕食される分には全然いいんで。頑張れ頑張れ、ミヤボー。こそ200か、ミヤボー。え、でも HP、 高っ、 HP 重大な、本当だ、 HP 高っ。捕食多いってことか。いや、でもこの一角に入ってるから。あ、オッケーオッケー、ぶっちゃんね。いや、はいはいはい、いや、任務物いきますね。よし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 、いいダメージ。さあ、しかし、まだ行ってないはず。待ってないが、待ってないが、なるほど。これ、しばいちゃって。はい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 。まあ、これで、あらずみ、じゃあ、置きくるみをコンボ書くと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12だもんね。そうですね、これでなー、半分は切らせたくないところですが、それか、めちゃうわ、マジ、なるほど、やつきた、マジ、これは渋い、マジンコっすか、みやもさん、これは渋いの出してきた。350、3ターンと。激ヤバなんですけど、3ターン、やばくない。ちょ、激ヤバ、嘘っしょ。一応その、ダンジョンで一回見た気がしますが、うん、あ、いましたね。嘘っしょ、みんなやれたわけじゃなかったですね、この人。さあ、マッピーの計算が狂っていく。ちょっとこれ大変だな。いやいや、こっち、ここっちゃって。いや、さあ、いやー、うまい。これは確かに繋がりますね。うん、でもまあ言うてここそうですね、呪い多少入るんで。さあ、これは絶対絶命か。さあ、これ銀が来たが、しかしここで HP 半分切っていく。メリプティ、これで皆さん B6 やっちゃうとね、ダブコン来ますから、ね、ちょっとやりにくい。
8300威圧状態で飛ぶのか。もういいや、これ 2枚の方が計算しやすいや。これ8200ぐらい出るんで、これで。お、呪いで終わりと。よしよし、あ、300か。よしよしよし。あぶねー、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 マジで。見事。ということで、あ、でもこれも、読みが当たりました。読み当たった。いや、もう本当暗黒か火炎で来るんじゃないっていう。あー、まあでもやっぱね、はい、戦で暗黒いっぱい見たからね。まあそれもありますよね。暗黒使おうと思う。今回我々ね、戦リスペクトの、うん、そうですね。まあなるべくその辺のコンを多く突っ込んでいくと、うん、いや本当小乱が使えないっていうこのルール、確かに確かに縛りなんで、うん、はい。じゃあ、次ザキヤマさん、いきます。行場いきます。あー、マジか。ちょっと待って、 おかしくないこれ。おー、なるほどね。おかしいよ。ザキヤマさんはアレス。まあね、まあ今回やっぱりアレスがね、かなり猛威を火炎。マッピーマジで勝ちに来てんな。いやもうだってこれね、本当にもう今日のこれ来たの一番これが怖い、なんかあれなんですよ、緊張したんで。戦ガチャちょっとおすすめしたいんだけど。いやもうね、戦ガチャ強かった話ですよねこれ。なんか確かになんかピックアップも殺しに来てない。いやでも実際これ使う人一人もいなくて寂しかったんですよ。でもね、本戦で。でもね、俺知ってるんですよ、知ってるんですよ、先行会員にはこれが効くって知ってるんですよ。あー、なるほど。カフネガード、そう、確かに。うん、どうしようかな。カフネガードよしよし、はい、よしこれなー、すっげーやられたくないですよね。どうしようかな。マナーさん、罠を設置していきたいところですね。てか、マタンか、やだなー、マタンか。いや、マタンじゃないですよ。え、だってハロカードさあ、罠置いていく。何が置かれたのか。うわ、これどうしよう。いや悩むな、これ悩む。あ、学年をいつ置くか。ワンネット捨てていく。ラニの友達、まあまあ、アレスだからねとか言っといて、みんなとか言ったらやばいよ、俺。いや、いや、アレスじゃないですよ。アレスじゃないですよ。え、誰これ、弟。アレスの弟？お、ハルですよ。あ、強いな。強いね。え、削られすぎじゃね？ちょっと待って待って待って。やばいんご。よっ。さあ、そこでか、船で一つ。いや、これはさすがにちょっとダメージを取らないときつい。さあ、二つ、燃やしていく。いや、このハルがいいですね。ザキヤマさん、うまいな。いや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 、さあさあさあ。ザキヤマのあの上の。うわぁ、もうこれベルフェゴールじゃん。ベルフェゴールじゃないっすか。そんなわけないっすよ。絶対ベルフェでしょ。どうしようかな。上の罠返ってこなそうだな。いや、これこうだな。もうこれもう返さない。あ、違った。ちょっとキャラ愛忘れてません？キャラ愛忘れてませんか？勝てばよかのものでしょ。だけど大火炎。大火炎1個ありますね。燃えろよ燃えろ。罠250。そうで、これも大体分かってるんですよ、何やってくるかは。いやー、いや、罠やばいな。そこに置かせてこいつです、蓋をする。わー、うん、強いでしょうね。うん、神よ神よ。で、これが闇の炎に抱かれて消えろ。いった、いやー、もう一番しかない HP が。だから、アレッちゃんがね、まだ残ってるんでね。あ、いやいやいや、ルキニャン、シャハルが強い。ルキルキですね、はいはいはい。いった、いった、おかしくないかい。いや、ほんとめっちゃ強いんでね。2300。うわぁ、よっ。さあ、これでよいしょ。なるほどね。ブルナを返すと、さらに火炎に変わっていく。これはやらしいな。これはザキヤマピンチ。3枚返しっす。多分あそこ打つんじゃないですか。リーサルやった。だってそれをやったらもうさらに燃えますからね。 HP4000 だもんな。いや、しょうがない。なるほど。ヘルリーやとあいつだな。いや、強え。強、そんな強い。あれ、モルター。あぶねー。いや、これさ、あのシエンティアとかアレスを狩るのには火炎が強い。強い。いやいやいや、ありました。どうで、見事に3立てされましたね。
いや、まあ、その、あの、すいません、立てされましたよ、皆さん。いや、あ、俺らか。あ、負けましたか、そういうことね。あ、負けました。いや見事にやられたな。いや、さすがに見事でしたね。だって、ピックアップ、クゴはね、はい、ピックアップゴンをちゃんと2枚ずつ、うんうんうん、2枚ずつ、2枚ずつ、はい、あ、まあ、じゃあちょっと、あの、作り抜き見ていきましょうか。そうです、見ていきましょう。はい。じゃあ、まずこちら。そうですね、まあ、ピックアップ駒としては、はい、いろんな駒あると思うんですけど、まずシエンティアリーダーということなんで、まずこれが1枚目、で、2枚目、まあ、シルビエですね。で、まあ、ちょっとね、バレンタイン受け持ち、あれ、あれ、お隣の方すいません、サマー入ってる、間違えました、出た間違えた、間違えた、いや、ほんとやっちまった、間違え、やっちすいません、あの、ほんとに、はい、あもう、いや、確認したんですけど、もうよく見たら受け持ちって書いてある、ありますね、え、受け持ち行くぞ、これでしょ、受け持ちは1800カフェだったら勝つぞ、俺、いや、これ、いや、でも受け持ちのところを僕だったら暗封にしてるんで、でも暗封だって置いてないだろ、あそこに、いや、アルク撃たれてたから撃ってたもん、アルク撃たれてたもん、あそこ、どうしよう、俺ジェイン出してたもん、ジェイン出したもん、嘘っしょ、ジェインやや、ってことで、すいません、あの勝負は、はい、反則負けになりませんでした。まあ、とはいえ、はい、お見事でございました。これはどういうコンセプトなんですか。これはですね、はい、オセロニアス2019ベストホールのツッキー選手に、うん、まあ、そのインスパイアをしましてですね、このデバフ軸です。デバフを多めにして、今回のルールって上級者の人ってバフリーダーを多く使うんですよ。あのラニとかカミタンとかそうですね。それに対してとにかくデバフを詰め込みまくって、しかもシエンティアって手駒の毒オーラなので、序盤の動きとしては序盤に何かしらの変動きの、デバフを置きたいといったところで、まあ、優秀なデバフ枠としてゲンド、エリザベス、あとはエーナ、ミーナというこの辺のね、駒をとにかく序盤に引いて変動きして形作ってデバフして、あとはまあ毒でじわじわ攻めて耐えてハロウィン、メイティス、バイセといった駒でフィニッシュしていくっていうデッキですね。あとはまあ回復の駒として優秀なベルトと、まあその反則受け持ち入れてました。はい、強かったですね。はい、強かったです。はい、そして宮坊さん、宮坊氏はまあ、そのさっき人読みみたいなところで僕デッキ構築したと思うんですけど、宮坊さんは暗黒と火炎が好きということなんで神端でいこうかなと思いました。でその上でまあこの乱量なんですが、本当は正月乱量使いたかったんですけど、正月乱量がまあ今回ピックアップ駒ということで、ここをあえて通常乱にして、でピックアップ駒というのはこの中では不銀無人とジークフリートですね。はい、まあジークは欲しいなと思ってこれにして、まあ本当はブライダルシベリウスとか、あとはそうですね、まあブライダルンディーレンといった駒が欲しかったんですけど、うん、まあ、あえてこのランリーダーにすることでレベルをマックスにできるんですよ、うん、なんで HP 高くなって火力は落ちるものの、うん、まあ暗黒とか火炎相手だったら別に春秋もあるんで、これ春秋ピックアップされてないっていうですね、ということでね、こういう構築にしてみました。単純にちょっとだけね、正月ランリーダーの神端をマイナーチェンジした形です。はい、はいはい、勝てる気がしなかったで、ザキヤマさん、はい、ザキヤマさん相手には、まあ、正直暗黒デッキの方が、まあ、そうですね、この今回このねコレクションにシェンメイが入ってたから、うん、まあ、暗黒デッキシェンメイでちょっと他のコマそうだな、まあ、キングムスタバとかな、ランタイとか抜いたやつでやろうかなとかね、結構考えてたんですけど、ザキヤマさんは、まあ多分アレスとかマデッキで絶対来ると思ってで、誰も火炎使ってなくて今回、うん、で低コストの火炎って、まあ、確かにそんなに、まあ、その勝てるかと言われると厳しいんですけど、ただ、うん、その対面的に言うとシエンティアとか、あとはその、まあ、さっきのアレスだけでなく、うん、暗黒リーダーに対してもシェンメイさえ引かれなければもうずっと燃やしていけるので、たまに勝てるので、うん、全然ねいけるんじゃないかなってことで、まあ、今回ちょっと火炎を組みました。これ駒かぶり禁止ってことなんで、こっちにねルキア持ってきてたんで、まあ、ルキアなしの構築ですね。あとはまあラーニーなんかも入れて、まあ入りの今回ねこのピックアップにもされてる夏ブラですね、うん、まあ、その辺のブランジェッタだったり毒を吸いつつも、まあ、ピックアップ後はこの中ではまあアラジン1枚です。あのこっちの神端にエンネが持ってきてるんで、その代わりにこっちアラジンにすることによって、これ見れば分かるんですけど、あのコルヌゲーラ、あとバウグルス、それからラーニーっていう駒がコンボスキルバフなんで、うん、アラジンと相性いいかなということで、ダンシャーをアラジン1枚にしまして、ちょっとあとは火炎と相性のいいコンボ封印を2枚入れましたっていう感じの構築です、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後に、はい、オセロニアンの祭典、はい、2020年2月8日こちらの開催が決定しております。はい、そ
そして、こちらの参加に応募ができるようになってますので、ちょっとでも気になった方はぜひ応募してください。はい、お願いします。もうすごい楽しい。いや、もう4周年ですか。なんかこの前3周年やった気がするんですけどね。本当にそうですね。いや、この前2周年じゃなかった。確かに、ね、この間ね、ゆるるんぐるとか、そうですよね、あのフェリアリーダーでね、そうね、ジャンヌダルク昨日もらったんだけどね。はい、こちらのイベントですね、本当どなたでも楽しめるイベント、まあ盛りだくさんとなっておりますので、ぜひ来てください。はい、来てください、はい、我々も、登場出演します。はい、はい、そしてオセロニアン祭典、オセロニアンカップ4周年祭典スペシャル、はい、というものがございまして、まあ、こちらですね、結構特殊なものになっております。これ今までにない、うん、この、まあ、その対戦の方式を取るというか、はい、みんなの投票でステージ対戦カードが決まる。はあ、投票ですよなってますので、まあ、例えばもう自分とタキンさん戦いたいですとか、うんうん、まあ、あ、自分って自分じゃなくてね、もう応募する人、ね、うん、そう、応募する人とタキンさんが戦いたいよとか、こういう応募もできるし、まあ、例えば、まあ、マフィー会長対まんじゅう丸が見たいとか、俺は見たい。まあそんなにやりたくない、そんなにやりたくない。僕個人としてはちょっと緊張しますし。まあでもかなりいろんな組み合わせ考えられますよね、うん、まあでもそういうのができるっていうところ、なんかやっぱり、だから、あ、ダミ VS 俺の学生、新旧学生、まあ、とか、もうなんだろう、こことか、どこいつでもいい、あと、あとはその戦ね、今年あった床、はい、眉毛選手 VS、うん、去年のチャンピオンのデースさんとか、うん、ああいいですね、言うなれば、そう、ね、戦歴代チャンピオン、ああ、おう、ありありありいいでしょ、見たいですよね、うん、全然本当に、推薦したい対戦プレイヤーってね、結構多いと思うので、うん、やっぱこう4周年に合わせていろんなプレイヤー、スタープレイヤーというか増えてきたと思うので、うん、ぜひぜひ、応募してください。はい、ということで、俺ね、勝手に推薦してもいいからね、本当に、うんうん、どんな人を推薦しても大丈夫ということなので、はい、基本的に、はい、応募してみてください。はい、お願いします。はい、ということで、まあ、我々ハーツアップもね、はい、年末に向けて、はい、もりもり情報を配信していきますので、これからもお楽しみに。はい、よろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。マッピーも来てくれてありがとうございました。いや、ありがとうございました、楽しかったです。いや、本当にこちらこそ楽しかったです。マッピー会長、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。バイバイ。